西口北側平塚駅は、神奈川県平塚市宝町にある、東日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JT11。東京駅発着系統と、新宿駅経由で、高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅、上野駅経由で、宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。2021年現在、 平塚市内に所在する唯一の旅客駅である。明治期の平塚駅、島式ホーム2面に温泉を持つ地上駅で、橋上駅構造となっている。東口と西口が設けられており、このうち中央口の役割を持つ東口には、北口に駅ビル、ラスカ・平塚が、南口に、平塚・ラスカ・南館がそれぞれ併設されている。なお、西口は、駅舎と改札口のみである。 直営駅として運営されており、大磯駅を管理している。東口には、自動改札機、自動券売機、指定席券売機、ライナー券売機、緑の窓口、ニューデイズが、西口には、自動改札機、自動券売機、ニューデイズがそれぞれ設置されている。なお、エスカレーターは、東口のみ設置されている。 湘南平津刀七祭りの開催期間中は、通常使用されている東口改札口の北側に、出口専用の臨時改札口が設けられる。かつての平津駅には東西に専用線が伸びていた。一つは、駅構内北側を西へ出て、すぐに北進して、築堤で追い分けへ向かう通称、第二海軍火薬商船で、廃止後は、市内の開発により築堤を失い、 駅から旧東海道付近のみが、市道、西基町1号線として再利用されている。もう一方は、港内南側から分岐して、本線南側に沿って東進、相模川の川岸で旧カーブを描いて南北に分岐する線形で、南側は、九両堤の横須賀海軍交渉増機部平塚分、工場へ、北側は、天沼の日本国際航空工業へ向かっていた。 これらは戦後も民間利用が続き、南側は東洋後期平塚工場、北側は日産車体湘南工場をはじめ、横浜ゴム、平塚製造所や相模石油平塚輸送所へ続く専用線が途中から分岐していた。その他、駅周辺のセントラル石油ガス系のセントラルガス、湘南営業所や日本タバコ産業平塚工場へ続く専用線もあった。 これらの路線は当駅の客下分離により、相模貨物駅分岐扱いとなったが、線形は変わらなかった。日産車体、横浜ゴム線は1975年頃、日本タバコ産業線とセントラルガス線は1985年頃まで、バニューフレアイ公園の北にあった平塚輸送所へ続く、相模石油線は1996年9月まで、使用されていた。 輸送所跡地は1998年4月より、相模石油経営のカイドリーム平塚というカート場になっている。東日県などが販売している。主な駅弁は、下記の通り。2019年度の1日平均乗車人員は6 941人である。JR 東日本の駅としては、長津田駅に次いで、第78位である。 東海道本線の単独駅としては、高槻駅に次ぐ人員数で JR 東日本管内では最多。近年の推移は下表の通り、バリアフリー加工時により2009年6月26日から乗り場が大幅に変更された。運行事業者はすべて神奈川中央交通西である。運行事業者はすべて神奈川中央交通西である。ありがとうございます。